かつて我らの母なるダナの大地は不滅だとも言われていた。またレナは神々の住まう地、死者が憩う園だと言われていた。すべてデタラメだ。想像を絶するレナの技術、輝く甲冑に身を包んだ装甲兵、そして恐るべきズーグルの前に、ダナの繁栄は唐突にその終わりを告げた。300年前のこと、ダナの大地は5つに分けられ、レナの支配するところとなった。そして今、五稜の一つオルブス・カラグリアを治めるのは、火のマスターコアを持つ無常なスピエザ。岩と砂塵に覆われた不毛の大地、絶え間ない炎がなぶるカラグリア、そしてレナの兵士に苛まれながら終わりのない苦役を課され続ける日、己の死、ただそれのみが苦しみの終わりを告げるのだ。誰もがそう信じていた。かつては自由であったことも忘れた。何をしている、もっと力を込めろ。石突き、鉄仮面。貴様、俺が奴隷同士傷の舐め合いか。そんな勝手が許されるとでも。集合、第三分隊集合。さっさと行け。待って、ありがとう鉄仮面。怪我はなかったか、ココル。大丈夫だよ鉄仮面、傷が、どこに見てもらわないと。そうか、そうだな。また毒にどやされるな。またお前か。すまない、ドク。謝るくらいなら最初からするな、俺。相変わらず何も思い出せんままか。
ああ、たまに例の夢を見る以外は。顔もなければ記憶もない。おまけに痛みも感じないのにおせっかい焼きときた。難儀なやつだ。どれ。痛みを感じないと言っても傷はしっかり負うし、骨だって折れる。ほどほどにせんと気がつかないうちにあの世行きだぞ。今日も誰かが死ぬのを見た。死体はもっとだ。奴隷の死体なぞ、ここじゃ一番ありふれとる。死ぬのはいつもダナだ。レナは見ているだけ。いつまでこんなことが続くんだ。どうして誰も立ち上がろうとしない。大声を出すんじゃない。誰にわかるものか。わしに言えるのは、この300年の間にダナ人の放棄は何度もあったが、結果はお前が見ている通りだってことだけだ。さてと、これでいい。傷が開かんよう、しばらくはおとなしくしとけ。ドク、あんたは何もわからない俺にここでの暮らし方を教えてくれた。それは感謝している。だけど俺は。そう焦るな。少なくともお前はわしより若い。自節を待て。自分のことも世の中のこともだ。ぼちぼち今日の労働も終わる頃だ。腐ってないで風にでも当たってこい。奴隷にだってそのくらいの贅沢は許される。だが余計なことはするなよ。ただでさえ仮面の奴隷は目立つんだからな。部屋に戻るか。俺は奴隷だ、皆と同じく。なのになぜ俺にはコアがないんだ。顔や記憶だって考えても仕方ないか。何度持ち主が変わったのかわからない寝床、今は俺が使っている。今日と同じ明日が待っている。眠ろう。作業場に行かないとな。貨物列車前の集合か。またレナのための労働の一日が始まる。死ぬまで逃れられないのか。グズグズするな、奴隷ども。さっさと取り掛かれ。
だ見つかってないらしい。貴様らの中で見た者はいないか。見ていません。そんな、いきなり言われても。あんたは？あそこだ！待て！出して！え？いいから早く！僕な！こんな手間かけさせやがって。おとなしくしてやりたいことは。え？うわ！なり損ねた以上、貴様らはこのビエゾのために生きて死ぬ定めなのだ。分かったなら、さっさとシオンを俺の前に連れてこい。酒がまずくなるわ。ご機嫌斜めですな。オルブス・カラグリアスルド・エルボルゼ教、いやビエゾと呼ばせているのでしたな、失敬。ガナベルとファルキリス、何用だ。何やらおわし元が騒がしいようでしたのでな。同じスルドのよしみ、何かお手伝いできることはないかと思ったまで。心にもないことを抜かしおるわ。こそこそと嗅ぎ回りおって。これはしたり、過去二度もスルドの座につきながら王に届かなかった恩義だ。あるいは難中しているのではと思ったのですが。失せろ、貴様の知ったことではないわ。こたびのスルドぶりがは常にない速さで進行している。結果が出るのもそう先のことではありますまい。その時を楽しみにしておれ。今日この会話忘れまいぞ。同感ですな。では失礼。気がついた？
あんたは？ティルザよ。紅のカラスのイム担当。ここは私たちの隠れ家。紅のカラス？あら、聞いたことない？抵抗組織よ、ラナ人のね。光目どもに一泡吹かせるのが仕事。ダナの抵抗組織、そんなものがあったのか。あったのよね。少しは有名になってきたと思ってたんだけど。むしろ私はあなたの噂を聞いたことがあるわよ、鉄仮面さん。その仮面外れないんでしょ。ああ、なぜつけているのかもわからないんだ。俺と一緒にいた女性は。ああ、ずいぶん変わった子よね。今ジルファが尋問しているはずよ、牢屋で。牢屋？どうして？だって気になるなら行ってみたら。牢屋で尋問だって。何がどうなってる。行ってみよう。あっ、やわくそ、やっぱりだ。ちょっと触っただけでこんな。雷でも撃たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙ってろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン、アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は。なんだ、気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて。だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ、着てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ、光る。精霊術も使えない石付きが。偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えないが、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う、こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵者だ。ここも嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急げ。彼女も撃つせ。抵抗するようなら長い防火槍を伝え。分かった。おい鉄仮面、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎え。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。兵隊が来たのか。出口に向かおう。早く脱出しないと。戦える奴は武器を取れ。くそ、どうしてここがバレたんだ。知らないところでずっとこんな戦…止まれ。なんだ、ダナか。おい、
ここにリナ人がいたはずだ。今どこにいる？それは…さっさと答えろ。お前もハントの一味なのだろうが。答えるとでも思ってるのか？なんだこの石突き。レナの総攻兵に挑む気か？やられてたまるか。やっと次勝った。レナの総攻兵相手にやるぞ。絶対に生き延びてみせる。やるしかない。あれ、寄せ。勝利を取って下げろ。やっと次はぁ、くれい、くらえ、当たれ、はぁ、現地なぎ払う、現地どこだ、当たれ、はぁ、やっと、やっ、現地なぎ払う、なぎ払う、くれ、決めてやる。解けはしたが、反逆者シオンビメル・アイメリス大もスルド・ビエゾ閣下の名のもとに拘束する。武器を捨てろ。ここまで来て、あなた、あ、何を考えてるの。装甲兵相手に。うるさい。今のうちにさっさと逃げればいいだろう。なんでいろ、どれ。我らレナの問題に首を突っ込むな。お前、二人がかりの方が確実よ。それにダナ人に借りを作る気もないわ。勝手にしろ。私の判断は動くよ。くれぐれも邪魔にならないように。こっちは不慣れなんだ。約束なんてできるもんか。なぜ私を助けたの。ダナ人がレナ人を憎む理由はあっても助ける理由はないはずよ。俺だってレナは嫌いだ。ただ他の連中ほどじゃないってだけで。何？以前にどこかで会ったことはないか。あいにくダナ人に知り合いはいないわ。そうか。だよな。俺は自分の過去を覚えていないんだ。顔もこのありさまで何の手がかりもない。それで私が何か知っていると思ったわけ？顔もわからないのに。ああそうだよ。だからあんたを助けたのもただの俺の都合さ。それにどうせ俺は傷の痛みも感じないしな。痛み？あなた痛みを感じないの？ああ、痛みも顔も記憶もない。自分が奴隷だってこと以外俺には何もないんだ。名前は？それもわからないの。鉄仮面。俺を拾ってくれた人がそう名付けたんだ。本当の名前があるってことを忘れないようにって。そう。今度はどこに行く気だ。外よ。そのために戦ったばかりじゃない。気を引き締めていくわよ。その仮面ちゃんと見えてるんでしょうね。当たり前だ。でなきゃどうして転ばずに済んでると思うんだ。何なのそれは。ダナのものとも思えないけど。知るもんか。
昔のことは思い出せないし、気がついた時にはつけていたんだ。俺だって外せるものなら外したいさ。飯は食べにくいし、かゆい時に顔をかけないのも最悪だ。そんなことより、その姿で今まで生きてこれたことが驚きだわ。目を引かないはずないのに。ダナの仲間で気にする奴はほとんどいない。するだけ無意味なんだ、俺たちの境遇じゃな。総工兵は怪しまれなかったの？確かに連中は俺たちの命なんて何とも思っちゃいない。虫の居所が悪かったり怒らせたりしたら命取りだ。だが目立たないようにしていれば大抵は無視される。正直やる気がないように見えることもある。仲間が言うには、むやみに奴隷を殺してそれで作業が遅れれば結局自分たちが怒られることになるからじゃないかって話だ。その辺はあんたの方が詳しいんじゃないのか？私はスルドの部下ではないわ。ただそうね、300年間変化のない支配の下で兵士も産んでいるのかもしれない。その意味ではこの騒ぎは彼らにとっていい刺激でしょうね。退屈しのぎで殺されてたまるか。生き延びたようだな。逃げたと聞いて待っていたが、鉄仮面と一緒とはな。お互いまだ総工兵に捕まるわけにはいかん身だ。ついてくるなら手間が省ける。あんたの仲間は？この先にいる。俺たちも行くぞ。動くな、反逆者ども。隠れが一つ襲うのにこれだけの戦力を差し向けるとは。裏切り者を捕らえろ。他は皆殺しだ。自分に埋め込んでいたのか。もういい。あれを奪い返せば殺しても構わん。突撃！大丈夫か？その手。ああ痛みを感じない体で助かった。痛みがない？おい、そうなのか？動かないで。これが私の精霊術よ。
い手をも焼く炎の剣とそれを癒す治癒の術、痛みを感じない男と触れると痛い女か。ありがとう、シオン。さてと、敵の残党が体勢を立て直す前にさっさと突破するか。鉄仮面、お前も来るか。もちろんだ。ここまで来て一人帰るなんてありえない。私を解放する気はなさそうね。気の毒だがな、一緒に来てもらう。なら一つ言っておくわ、あの炎の剣は私が許さない限り使えないわよ。それには及ばん。あの一撃を逃れた奴はそう多くなさそうだからな。あの炎の剣の力、鋭に匹敵するかも。いえ、もしかしたらそれ以上の。本当に大丈夫なのか。何の話。傷だ。敵の攻撃がまともに当たっただろう。それにあの炎、当たったのはマスターコアのところだから何ともないわ。炎も熱くはなかった。多分精霊力が形をなす過程だったから。それを言うなら、あなたは本当に痛みがないのね。信じてなかったのか。そういうわけじゃないわ。手に大やけどを負って平然としているのを見て改めて実感したというだけ。皮肉なものね。触れたもの全てに痛みをもたらす私が同じ痛みをもたらす剣を使うことができないなんて。自分も痛みを感じなければって思うのか。気づかないうちに指が燃え落ちるかもしれないんだぞ。だから何？いいこと。私には力が必要なの。今まで見てきた中であの炎の剣より強力なものなんてなかった。目的が果たせれば自分がどうなってもいいっていうのか。知ったような口聞かないで。俺にはわからない。そんな自分で自分を捨て駒扱いみたいにするなんて、奴隷が強いられてきたことを望んでするなんて。グラニード城、このカラグリアを支配するスルド、リエゾの居城よ。こんな位置から見たのは初めてだ。あの城、そしてあそこにそびえる炎の門、あれこそがまさしく俺たちの打ち壊すべき壁だ。あれがある限り俺たちに自由はない。行くぞ。ここらで一息入れるとするか。俺はまだ行けるぞ。お前はそうかもしれんがな。幸い追っ手の気配もない。休めるときに休むのも生き残る秘訣だ。わかった。
本来は交代で見張りを立てる。今回は俺が注意するから心配するな。ジルファはどうして俺が何者なのか気にしないんだ。してほしいのか。いや、そういうわけじゃ。ただお前は自由に生きるために戦うと言った。今肝心なのはそこだけだ。それに比べればお前が実はレナだったとしても大した問題じゃない。レナ？俺が？何者かわからないってのはそういうことだ。だがそのレナのシオンとも現に手を組んでいる。ならお前がどっちだろうと同じことだ。全てのレナを敵視しているわけじゃないのか。俺たちは何もレナを皆殺しにしたいわけじゃない。自由のために必要なら武器を取るというだけだ。それに俺たちに賛同しないダナだってたくさんいる。ダナ人の中に敵がいるのか。そうじゃない、味方じゃないってだけだ。10人いれば10人の、100人いれば100人の事情がある。よくわからないな。だったら今はやるべきことだけに集中しろ。だがその時が来たら自分の頭で考えるんだ。なぜあなたの手には傷がないの？傷？何の話だ。紅のカラスのダナ人たちは自分でコアを取り除いたんでしょ。なのにあなたの手にはコアも、それを取り除いた跡もない。なぜ？それは覚えていないんだ、何も。本当なの？その仮面、通覚のこと、それに剣の扱いや身のこなし、何もないはずないわ。嘘ついたってしょうがないだろ。俺だって自分が誰なのか知りたいさ。だけど思い出せないんだ。それにそんなこと気にしている余裕もなかった。だからって。お前は俺たちに何もかも話したのか、ジルファ。隠し事をしながらの詮索は嫌われる。ジルファは尋ねないんだな。必要と思えばそうする。実際お前は謎が多いからな。だが好奇心を満たすだけのために立ち入る気はない。何か思い出した時お前にその気があるなら話せばいい。差し当たりそれで十分だ。ああ、わかった。ねえあなた、痛みを感じないっていうのは本当なの？そんな嘘ついてどうする。気になるのか？いいえ、ただそのどういうものかと思って。奴隷としてはいいことと悪いことがあるな、うん、いいのはレナ兵に小づかれてもちっとも答えないことだ。悪いのはそれで怪我をしても自分じゃ気づかないから、下手するとそのまま死んじまいかねないってことだ。し、そりゃそうさ。感じないだけで別に不死身でも何でもないんだ。だけどそんなことすら言われるまで気づかなかった。俺が今生きているのは全部奴隷仲間のおかげさ。マスターコアか。なるほど、スルドの兵隊が躍起になって追いかけるわけだ。それが彼女の胸の宝石の名前なのか。そうか、お前は記憶がないんだったな。知る機会もなかったか。お前は俺たちダナが日々何のために働かされているか考えたことはあるか。そう言われると資源を採掘するためだろうとしか。本当に資源だけが目的ならレナの技術でもっと効率よくやれるはずだ。わざわざ人力に頼るんじゃなくな。いいか、連中が本当に求めているのは資源なんかじゃない、精霊力だ。物や生命に宿る精霊力をあらゆる形で絞り取る。
それがこの300年間レナ人がダナで続けてきたことだ。そう、物質からは機械で、ダナ人からはコアを通じて、そして集めた精霊力は修霊機を経由してマスターコアに蓄えられる。ダナ、何のためにそんなことをするんだ？精霊術を使うためにそこまでする必要があるのか？王を選ぶためよ。王ってレナの王様ってことか？そう、5人のスルドがあらゆる手を使ってマスターコアに精霊力を集める。そして期限までに一番たくさんの力を集めた者が次の王となり、レナ本国に君臨する。それが数年おきに繰り返されるレナのスルドぶりが。要するに俺たちダナ人はレナの王様選びのための生贄で、マスターコアはスルドが力を溜め込むための器というわけだ。冗談じゃない。じゃあ俺たちはそんなことのために死んでいくのか？落ち着け。頭にきてるのは別にお前だけじゃない。前置きが長くなったが、俺が聞きたいのは別のことだ。レナ人のお前がなぜマスターコアを盗んだ？それとあの炎の剣は何だ？あの剣はマスターコアの精霊力が実体化したものね。どうして剣の形を取ったのかは私にもわからない。本当よ。あの剣を使うにはお前の許しがいると聞いた気がするが。私はマスターコアの活動をある程度抑えることができる。精霊力の供給がなければ剣は権限できない、そういう意味よ。それでお前の狙いは何だ？スルドでもないのに王になろうってのか？全てのスルドを倒すこと。まさかレナ人の口からそんな言葉を聞くとはな。いいだろう。どのみち俺たちは戦い続けるしかない。あの炎の剣があればいくらか勝機も見えてくるってもんだ。ただしお前たち二人が揃えばの話だが。いいわ、あなたたちが私に協力するというなら。俺は正直まだ混乱してる。だがまた奴隷に戻るくらいなら戦う。決まりだ。スルドどもを倒すために俺たちは協力する。とはいえまずはビエゾからだ。いいな？この先のウルベザクに別の隠れ家がある。同志たちとはそこで落ち合う手はずだ。俺たちも向かうぞ。レナの装甲兵の姿が見当たらないな。俺たちに比べてレナ人は頭数が少ないからだ。こういう寝起きするだけの場所は巡回はしても常駐はしない。
ここに次の隠れ家があるんだな。そういうことだ。お膝元に俺たちがいると知ったら連中も驚くだろうよ。他に誰もたどり着いてないなんてことになってなければいいけど。ジルファー、奇遇だったようだな。行くぞ。なあ言ったろ、ジルファがくたばるわけないって。はいはい。それでこれからどうするの？切り札が手に入った。敵は混乱している。この機に乗じて一気に頭を取る。そういよいよビエゾに挑むってわけね。そうだ、失敗はできん。ここ一番乗るかそるかだ。上等じゃねえか。みんなこの日が来るのをずっと待ってたんだ。俺は作戦を詰める。その間はそうだな、二人ともその格好を何とかしておけ。あなたの体格ならちょうどいいのがあるわ。ちょっと待ってて。悪いんだけど、レナ人の服は置いてないの。ダナの服でよければ提供できるけど、その気はなさそうね。そんなこだわることなのか？何か勘違いしてるようだけど、私がここにいるのは利害が一致したからよ。レナ人であることをやめた覚えはないわ。まあまあ。そうだ、ネアズにも聞いてみたら？彼私たちの中じゃ一番の情報通だし、もしかしたら当てがあるかもしれないわよ。ネアズ、相談が。ああ、くそ、まるで一人が足りない。って、なんだ、相談？それ急ぐのか？いや、そこまでじゃないが。だったら先にこっちを助けてくれないか。やることが山積みなんだ。何をすればいいんだ？何でもだ。誰も奴隷のことなんざ気にかけちゃくれないからな。俺たちのことは俺たちで面倒見なきゃならんのさ。詳しいことはあそこにいるやつに直接聞いてくれ。頼んだぜ。困っている人はいないか？何にでも首を突っ込まないで。なあ。うん。分かった。紅のカラスがこんなに活動してたなんて知らなかった。ずいぶんと嬉しそうね。そりゃそうさ、黙ってるやつばかりじゃないって分かったんだ。
な、みんな死んでるのか。そんな、装甲兵の襲撃を受けたな。あんた、デッカメか。ああ、ダイロンの使いできた。しっかりしろ。よかった、そこの茂みに。しっかりしろ。シオ、ジオ、もう死んでる。くそ、まただ。虫けらのようにこんな命すらいいように奪われて。そこの茂みと言ったわね。これは鍋。なんでこんなものが。せめて何か一つだけでも回収されまいとしたんだ。自分は助からないのに誰かが来ると信じて隠し通したのか。物一つ守るために命を落とすのは愚かだと思うか。信じる者のための命がけの行動、それを愚弄する気はないわ。でもそれがどんな意味を持つかは受け取った者次第よ。無駄になんかさせない。レナ兵だって出し抜くことができる。これはその証なんだ。あんたの意志は必ず届ける。なら行きましょう。いつまた装甲兵たちが戻ってくるかもわからないわ。これがレナの戦う。怖くなって。怖いさ。けど奴隷として死ぬくらいなら俺は戦う。何かあったんだろうか。戻ったか。大変だったらしいな。悔しいが俺たちの中でレナの装甲兵とまともにやり合えるやつは多くない。俺たちにできるのは犠牲になったやつを忘れないことくらいだ。ああ、決して忘れない。それでいい。で、何か俺に頼み事があったんだろう。ああ、実は
何かと思えばレナ人の装備を手に入れられそうな場所と来たが、当たり前だがどこも光目どもの警備が厳しくて迂闊に近寄れない場所ばかり。待てよ、ウルベゼクの外の荒野の先にパガン遺跡ってレナの城跡みたいなのがある。どうやっても中に入れないんで忘れかけてたが、レナ人のあんたがいるならひょっとしたらひょっとするかもな。まあ俺ならそんな手間をかけるよりおとなしくダナの服を着ておくがね。